するしない。どうも、ひなたゆこです。今回はじゃん、チーム来店の選手控室にやってきました。ここはもうセレブ臭が漂るお部屋でございますから、早速入ってみたいと思います。はーい。あ、お嬢様いらっしゃいませ。こんにちは皆さん。こんにちは。なんかすごい食べ物がいっぱいあります。え、何、ケーキが、やつケーキ、なんいくつ用意されてるんですか？ケーキはね、もう僕がやっぱり、ね、8個。お嬢がね、はい、チームの危機を救ってくれてから、もう毎回差し入れするっていうのがちょっともう、え、じゃあこれ萩原さんの差し入れなんですか？もうちょっと義務みたいなすごい、めちゃくちゃ美味しそう。さきさん、これ何個食べるんですか？私は3個だけです3個だけですか、はい、よかったら、ひなさんも好きなの選んでください。こういうのは全部受け取っていくスタイルでひなたやってるので、いいですか？ぜひぜひ。ちょっと後で、じゃあ私1個いいですか、はい、やっと優しい。あ、チームライデンの皆さん、まだ一言も喋ってない方が一人です。あ、どうも、はじめまして。どうも、なんかすごい荷物置きに収納されてる。僕、落ち着くんですよ、ここは。狭くてこう、あの、自分のロッカーで座ってる。確かによく挟まってます、はい、ここに。ドラえもん的な。いる場所は皆さんここなんですか？僕ここから見てます。これちょっとこの部屋は見にくいんですけど、はい、あの見やすい部屋は大体ここでずっと。さきさんはいつもどこに？私大体ここら辺で何か食べながら。食べ物ある前に。あの、やっぱり目の前に何か食べるものがないとさきさんは座ってくれないんですね。そうです。まあ食べながら見るスタイルです。はい、皆さん結構対局してることのが多いかもしれないんですけど。僕は目が悪いんで、うん、立ってちょっとかぶりつきでもこうやってる。いや、本当なんですよ。マジで一問見えなくなるんですよ。もっと目悪くなっちゃうよ、そんな見方したら。本当目が悪くて。そうなんですね。じゃあすごい、あの、端っこにいる人と、食べ物の前にいる人と。そう、立つなって、映画館。この距離でいる人と。そうそうそう。ちょっとね、迷惑、帰り水。個性が分かれますね、うん。そうなんですよ。対局前は、どんな会話3人でされてるんですか、ここで。基本的には、みんな明るく、あの、全然関係ない話をすることも、うん、が多いです。麻雀じゃない話するんですね。うん、麻雀の話は、まあ、瀬戸駒さんからお互いにアドバイスをされたりとかっていうことは基本的にありますけど、まあ、試合前は大体食べ物の話。そうですね。食べ物の率先はやっぱりさきさんなんですか？あの、どれ食べるんですかってのを聞きますどういうことですか？あの、試合中になくなってて怒られるんで、うん、そうです、はい、大こりになるなので、だいたい選んだら、あの、一回こう封をして自分の名前を書いて、あっちの、あの、冷蔵庫に入れてある。よくツイッターに上がってますよねでどうしても2つ食べたいときは、この人はこれ分けませんって言う。シェア一つは分けませんって。で、私はこれ食べますけど、これ分けませんって。え、今日さきさんキープされてるのは何ですか？え、まだなんですよ。どれにします？ひなたさん、どれにすんの？ケーキどれ、私、これまあ2種類ずつ、同じのが2種類ずつの。ほら、女子心分かってるからさ、ちゃんと2個ずつ買ってくるのがすごい偉いですよね。偉いですか？ありがとうございます。褒められましたね。分かってる。美味しそうすぎるよね、これ。ね、私これかな。でもね、私もこれ今。でしょ？よかったね、2個あって。本当にこれ、もう殴り合いですもんね。奪い合いが始まるのだったんで。絶対負けないけど。勝てる気しませんけど。え、瀬戸駒さんも甘いもの食べるんですか？僕はあの、まあ、甘いものはいただくんですけど、あの、試合控えてるときは食べないんで、うん、お弁当も食べないんでしょ、はい、対局終わってから、終わってからもうなんかドタバタしてるんで、うん、慌てて食べるみたいな時があるんです。そうなんだ。ただケーキはいただいていきます、大体。そうなんですね、はい、じゃいいですか、私だけ。僕は余ってるんで、本当に。いいんですか、はい、それもいい。いただくの、これとこれで。ありがとうございます。どうぞどうぞ。じゃあ今日はケーキ食べながら選手のお話聞いていきたいと思います。はい。それでは改めまして、チームライデンの皆さんにお話聞いてまいりましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケーキ本当にいただいちゃった。ありがとうございます。いいえ、どうぞ、召し上がってください。よければ皆さんで一緒に。はい、はい、いただきます。何このなんか、僕はちょっとね、ケーキにこだわってまして、はい、お嬢をどう満足させるかっていうすごい、いかに気持ちよく打ってもらうかっていう。めちゃくちゃ美味しいの。いろんないいお店知ってそうですもんね、萩原さんね。で、今日はもうこれ調べて銀座のちょっと行ってきました、めちゃく
ちゃうまいけど。え、なにこれ、今日こういう番組でいいの？食レポできる？食レポできないぐらいこれ本当美味しいです。なにこれ、これ何、なにこれ、まずなにこんな美味しいの、なにこれ、なにこれ、瀬戸駒さんもよく、まあ、いただきます。瀬戸駒さんの食レポね、めっちゃ面白い、この周りのついたまんまこのセロハンを取る、先が見えない。瀬戸駒さん、セロハン食べれないんで気をつけてください。美味しい、めちゃくちゃ、甘さが控えめですね、しかもサクサクなのさ、うん、そう、いいもの慣れしてるみたいな、うん、いいもの慣れちょうどいいやん、さあ、チームライデンね、ここまで戦ってきてもう終盤もね入ってますけれども、ポイントと皆さんのこの全体のバランス含めて出来ってどうですか？前回のね、さきさんの起死回生の上がりもあって、かなりいいポジションですよね。3人ともいつもそういうドキドキする最後が待ってる運命みたいなのがちょっとあって多いですよね。そうなんですよね、ライデンの対局どんねん返しか、そういう運命なんですよ。あ、そうなんだ。からまあなんか意図してそういうドラマを作ろうというふうにパイはチョイスしてないんだけども、やっぱり意識として、うーん、なんかライデンの麻雀は見てたらドキドキするなっていうふうに思ってもらえたらいいなと。なんか僕はこう3人がマージ打ってる時に、来年ファンもそうじゃないエムリングファンの人もね、同じ呼吸で見てほしいんですよ。そういうマージャンがいつの間にかそうなってるみたいな、来年嫌いだけどあれちょっとドキドキしてる自分がいるみたいなそんな風になるようなマージャンをこう提供できていければ、必然的に、見てる人もこう麻雀の面白さ、違う面白さをこう知ってもらうこともできると思うし、チームライデンのその魅力というか、まだまだ未完成だと思うし、まだ始めて4ヶ月3ヶ月のところで、これがライデンですって言えるところまではまだそれぞれ行ってないと思うんで、長い目で謙虚、これからもっと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 ドキドキしてもらうことができれば、もっともっと見てくれる人が増えると思うんで、そこがまあ一番大事かなと思ってますね、無条件にドキドキワクワクさせられてますから私も、みたいな、漫画、漫画ですかぐらいな、漫画だもんね、これね、本当に何度も見せつけられてるし、3人のなんか雰囲気がなんか普段どんな会話してるのかとか全然想像がつかないんですよ。一緒にいてこう並んでもらって、今、あ、ケーキ一緒に食べてる、なんかいると思うのだなって、萩原さんが用意してくれるんだ、いいなとか分かるんですけど、それ、麻雀以外ってどんなお話を3人ではされるんですか？私は結構食べ物の話ばかりなんですけど萩原さんよく試合前はね、あの音楽聴いて、そう、こう YouTube で好きなバンドの PV 見たりとか、気持ち高めて、そうですね、やって、お二人には迷惑かもしれないですけど、なんか、お嬢にぴったりの曲だから聴いてとか言って食べ物の恨みっていう聞かされたんですか？これがね、ぴったりなの、テーマソングだ、テーマソング、そういうの聴いてはとか言って、だからあんまり麻雀に関係ない話して、気づいたら、出番が近づいてるっていう、もう試合だって、だからそれはそれぞれの、その試合前のルーティーンみたいなものは決して邪魔しないように、それぞれがそれぞれ信じてるんで、なんかどっかまではなんかまあリラックスムードっていうか、私自由な感じで過ごしてる時間のが多いと思う、そうですね、瀬戸駒さんは何されてるんですか？僕ここに座ってボケーとしてます、ね、笑ってますね端っこで座って笑ってるんですか？怖くないですか？合ってます、イメージは合ってます、合ってますか、偽りない情報で偽らないわそうなんですね、ただ試合始まっちゃうとね、一麻雀ファンとして楽しんで見てますね、はい、応援とともに、もちろん応援はしてるんですけど、Mリーグに入り込んで一緒に見てるってことですね、結構なんだ、なんか明るいじゃないですかチームライド、どんな雰囲気なのかちょっとドキドキしながら今日来たんですけど、なんかそのストイックさっていうのは、それぞれかなっていう感じがしていて、なんかやっぱり瀬戸駒さんは例えば試合前このぐらいから集中したいみたいなのがきっとあったりとか、だから試合前はあんまり食べないとか、お嬢はその多分リラックスしてることが一番いいルーティンなのかなと、僕は仕事柄やっぱり用意スタートって言われたらパッて変わるタイプなんで、それなるね、5分ぐらい前まで喋っててもまあ平気なんですよ、その切り替えはできるんで、そこ聞きたかったんですよ、萩原さん俳優のお仕事がもうめちゃくちゃもう歴長くて、それがもうやっぱね、萩原正人ってイメージの中で、この二足のわらじ、で
いつセリフ覚えて、いつ麻雀に切り替わって、いつ勉強して、どういう一日を過ごされてるのか全然想像がつかない。あ、そうね。でもセリフを覚えたり、その日の、まあ、その役を考えたり作ったりするのは、まあ、必ず僕は前日にやるんですよ。そうなんだ。はい、まあ、その前か、まあ、何日か前に大変だなこのシーン長いなっていうのは徐々に入れていくんですけど、基本的には前日に。だから明日も撮影があるんですけど、さっきここ来る前に勉強してきました。もう、そう。じゃあ準備はもう明日の分、明日の撮影の分の準備はバッチリできてますんで。そこがすごいですよね。いや、まあ、やっぱりマージャンは結果が出なかった時にちゃんとやってなかったのかって思われちゃう可能性もあるわけじゃないですか。決してそんなことはないけども、なくてもね、うん、で、まあ、俳優業はそれは芝居がボロボロだったらマージャンばっかやってからだよって言われるのだけはもう本当に僕的にも避けたいし、その M リーグに対しても失礼だし、応援してくれてるファンの人もどっちも応援してくれるっていうスタンスではいてくれると思うので、まあだから本当100、100で、もう50、50じゃなくて100、100でやりますっていう、全部全力でしょ。はい、だからまあ全然大変ですけど苦じゃないし、うん、ここのスタジオに来れば、あのエレベーター乗ってパッと開いた瞬間に M リーグって書いてあるのを見ると、うん、今日も来たぜって思うし、まあ自分の試合が出るの試合がね決まってる時なんかはよりなんかこうこんな肩に力入っちゃうんですけど、ケーキも持ってね、もうね、荷物もいっぱいでねそうなんだ。じゃあ意外と大変な中でも本人は楽しんでるところが、楽しまないと、うん、その麻雀を楽しむとか芝居を楽しむっていうことじゃなくて、自分の人生の中でこんな素敵なことをちゃんと自分に任せられてるっていうところにおいては楽しまなきゃなって思ってます。だからそこは両方ともプロの世界だから、芝居が下手なら仕事がなくなるし、ずっとラス引いてお前の麻雀なんだよって言われればプロとして失格と言われて、首に電通さんから首切られるかもしれないしとか、そこは本当にそういうシビアさは常に持って、まあ、望んでますけどね。プロ意識がめちゃくちゃ高いです。ライデンといえばライデンメイクあるじゃないですか、はい、あれは誰が始めようって。 あ、そうなんだ。まあ、なんかスポーツ感っていうか、うんうんうん、そのコミュニケーションをファンと取るための何か、あ、私たちもやってほしいし俺らもやってみようみたいに思ってくれたらいいなと、うん、だからまあちょっと初めはね何言われてもいいやと思ったんです。もうバカじゃないとか、麻雀でフェイスペイントとかしてとかいう心ないこうファンの人もいたかもしれないんですけど、でもライデンファンは明らかに今喜んでくれてるし、パブリックやってること結構いましたよ、うん、そう、仲間、仲間だと思って、すごい抵抗持ってましたよあれれれ違うんですよ、違うんですよ、この話が最初にやった日、はいはい、萩原さん、あと確か私だったんですよ、うん、なんか自分出ないもんだからなんかお嬢やってくださいえ、じゃああの日出なかった瀬戸熊さんは、僕はでも無抵抗だ、できる、全然できるんですけど、無抵抗っていうなんか僕出た日も3人で写真撮るときは、はい、やってるんだ、あのファンミーティング行くときも必ず、はい、やってますよね、やってます、やってます。だからなんかそのマージャンのイメージをスポーツに近づけることを発信していけないかなっていうことの、うん、まあその思いつきがたまたまそういうきっかけがあったんですけど、うん、あのフェイスペイントだったんで、なんかだから他のチームもそれに触発されて、うちはこんなことやろうぜみたいなことがあったらお互い盛り上がっていくかなみたいなこともあるし、まあまだね、みんなやることがとにかく初めてのことばかりなので、これは一つの実験として、ただフェイスペイントは笑われたからはやめませんと、もうとにかくパブリックビューイングの時はこれはライデンファンを一つにするための一つのこう、まあ、パーツというなんていうかこうつなげるための、いや仲間意識かなり高まりますね、この間ハードル一つ上がって金髪になったいや来年からでしょ、ちょっと抵抗があって追いつけなかったんですよ、あれわざわざ美容院でそうですよ、行ったんですよ、3時間かけて、今ここに写真出てますけどそうやりましたよ、あれはあれもちょっとまあ気合、自分に対する気合もあったんですけど、うん、まあまあ一つこうなんだろう、やっぱ同じこと繰り返してても、まあパブリックの会場に来てくれる人は毎回違うかもしれないんですけど、まあ映り方として何かできないかなと思って、うん、やるなら本気でやろうと思って、ファイナル行ったら毎週やるんですあれはでもたまたま仕事の合間でできたっていうのは、明日からは無理です、うん、もう本当に影響がすごい他の、本当ですよ、なんか、ね、2万以上かかったんですけど、戻すのは1200円ぐらいの
ドンキホーテでビゲンヘアカラーで。セーブと違うんで。夜中の試合の後、夜中一人でお風呂場で僕は戻しましたよ。イメージしたら可愛いですね。お風呂場でやった。お風呂場にサランラップバーって敷いて黒くなっちゃうから。そう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 。めちゃくちゃそれもうアップして欲しかったな、インスタで。あ、それそこをね、でもここでバラしましたから。はい。あと髪型、例えば瀬戸駒さん。はい、あの前髪が一度お亡くなりになるあれはどうなさったんですか？あれはですね、ずっと髪切りイケイケって言われてて、はい、僕めんどくさくて行かなかったんですよ。それはもう前髪が目にかかって、うん、マジ打ちづらいなと思って自分で切って出てきて、ご自身で、はい、それでしかもちょっと揃っちゃったなと思ったんで、メイクさんにちょっと自然にこう流してって言って流してもらったんですけど、はい、うん、そしたら下のあの待機所にいるメイクさんが、はい、ちょっと直しますねって言ってまたまっすぐしたなるほど。それで鏡がなくてそのまま出てったらああいうことになった。なんかすごい、なんでしょう、おパッツンで、はい、そうそうすごい綺麗なね。いや、でも私その時メイク室にいたんですよ。で、登場シーン見せたら仲間大爆笑しちゃった。仲間だから私あんな風にしてないって言ってメイクさんがあれは結構衝撃的 で結構ツイッター上に流れてましたよね。はい、それでいつもはそういう時もちょっと家内に切ってもらうんですけど、その時はイケイケ言われてたのにシカトしてたんで怒ってやってくれなかったですよ。なるほどね。はい、それで向こうはざまあみろと思って自由にしたんですよ。それでさらに恥かいちゃいと思って、はい、あの髪型で登場したから、うん、メイクさんにお菓子あげるからあげといてって言ってお菓子渡されてナイスメイクさんとか言って、でもメイクさんはすごい悪いことしたと思って、うん、次にすごい謝りに来て、うん、いやいやうちはもう全然 OK だったんで大丈夫、お菓子までもらえてでもすごい素敵でしたよあれ。いや大爆笑した、めっちゃ嘘ですよ。大爆笑したんでしょう、あなた本当に素敵でしたいやもう待ってます、瀬戸駒さん基本的にかっこいいじゃないですか。まあまあまあね、そうそう、お顔がかっこいいからよりなんか、うん、あ、これ今年流行るんかな目で私は見ちゃったんですけど、トレンドの最先端行ったんかな。いやいやいや、可能性はありますよ。ね、ありますもん、うん、それはあります。それがなんで、そうでしょう。世の中ってそういうもんだから。笑ってるじゃないか。なんでこんなものが流行るのっていうものが流行ってたりするでしょ。言ったはっきり言ったよ、なんでこんなこと言ったいや、まあその前髪パッツーは分かんないけど、そういう時代もあったの。ありますよね。それがあの LINE スタンプ、あー、はい、あれ発売されてるじゃないですか、はい、あそこにもしっかり、あれはね、ちょっとパワハラですよ。でもあれもすごい人気高まってて、監修です、監修。ぜひ皆さんあちらもね、LINE スタンプ購入していただければね。まあ、ただあの LINE スタンプが公式に発売された後に、もう次は絶対黒沢さんに任せないっていうのを瀬戸駒さんが僕もセンスないんで、僕は次は萩原さんに。ちゃんとやった方がいいと思う、ちゃんとやってください。気をつけた方がいいよだって紙切ったよなんてスタンプ使うとこないですよね。そうですね、まあまあまあ、うん、あって2ヶ月に1回ぐらいかな、うん、使うタイミングね。コロナ禍でシリーズ、私がコロナ禍で〇〇なのはどなたですかって問いかけします、はい、そしたら皆さんご自身でも構いません、残りの2人でも構いません、それに該当すると思った方は指さしていただく、はい、という、はい、ゲームでございます、はい、いきます。コロナ禍で一番ムードメーカーなのはどなたですか、せーの。お、さきさん2票というわけで、そんなことないですか、食べてるだけで何もあれ働いてないでしょ。でも食べてくれてることがムード高まるってことじゃないですか。つまりその気を使わないナチュラルさがいいんです。その気を使ってくれてるんですよ使ってくれてるんですけど、その誰々を盛り上げようとかじゃなくて、その黒沢さん自身が持ってるこのおおらかさみたいなものが、そのすごい褒められてる。そうそう、実はムードメーカーというか、うん、僕らはまさか黒沢さんに癒されることがあるんだっていうのをチームライデができた時から想像できない。面白い面白いすごいチームに入っちゃったなと思って、ね、最初でもあったかい雰囲気で作られてるのはさきさんがセンターにこうやっていてくれるからこそって。で次いきます、はい、この中で一番麻雀について熱くいつも語ってるのはどなたですか、せーの。え、あ、いいよ、萩原さんだ。本当、嘘、本当、いや間違いない、どうかな、でも両方結構、うん、男子人は両方熱く語ってるの。
いや、あのここで見てる時は、うん、萩原さんの方が熱く語ってるなと思って、僕はまあ笑ってます、ね、あのまあこういうこともあるよねみたいな感じで見ちゃうんですけど、あのね、熱く語るというか、うん、愚痴、個人的感情それが熱い言葉となって勝手に勝手にここから出てる、うん、次の質問いきます、はい、最後です。この中で一番仲間思いなのはどなたですか？せーの、難しい、すごい、あ、すごい、あ、これは難しい、ちょっと、いや、あの、黒沢さん重いっていうか、まあ、天然なんで、さきさんは刺さないけど、うん、男性陣がじゃあ特に仲間思いってことだ、はい、負けた時とか励ましあったりします？どんな言葉かけたりかけてもらったりしました？僕は最初めちゃくちゃやっぱ調子が悪かったのも、はい、あったし、うん、まあ、決して今すごいいいわけじゃないにしても、やっぱり成績がなかなか上がってこない時に、本当に2人が、なんだろう、もちろんな、まあ、チームなんで分かんないし、初めてのチーム体制なんで気使う部分もあったかもしれないですけど、一回も責められたこともないし、なんであの打敗したんですかっていう、その麻雀におけるミスも指摘されたこともないし、自分でまあ反省する部分はきっと分かってるだろうという信頼のもと、常にもう大丈夫ですから、大丈夫ですからっていうことをお二人が本当に励ましてくれていたのは、すごく本当にまあこのチームでよかったなって心から思うような空気だったんです。だからライデンがその絶不調だなっていう時も、決してなんだろう、悲観的になんかこうちびまる子ちゃんだーみたいな空気はなかったんですよ。わかりやすい。そう、みんなどっか青ためるよね。それは能天気にいるという、うん、楽観的にいるということじゃなくて、勝負ってまだ最後の最後までわからないよっていう意味で、今のマイナスを少しずつ取り返そうみたいな感じもあったので、うん、まあなんかそういう風にお二人に本当に救われて、僕もインスタとかにも上げたりするんですけど、うんうん、それとやっぱりそれに伴ってファンの人たちのコメントとかも全部がなんかこう、あったかいですよね、救ってくれたなっていうのはありましたね、うん、プレゼント争奪黒ひげ危機一発、飛ばした方が負けです、はい、はい、4分の3私が勝つゲームとなっております。そうですね、はい、はい、3セット今日もグッズはいただけるのか、よろしくお願いします。では私からいきます。はい、はい、おはよう。最短何本ですか？いい、最短2本です。2本、はい、誰、怖い、バッシーかな。バッシー、なんか何も言わずに刺すタイプだ。まだまあ確率的にね、まだいけますよね。いけます僕は期待値をタイプなんで、横並べていくタイプだろ。じゃあ私もマジですか。並び行ったら打ちました ね。さあ、というわけで今回3名の方にグッズプレゼント、ありがとうございます。ポスターいただけるの？はい、こちらのポスターを、ね、になります、はい、いや嬉しい、ありがとうございます。でかすぎて邪魔かもしれませんが、ぜひ貼っていただきたい。皆さんのお部屋素敵にしてください、はいはい。YouTube ご視聴してくださってる皆さん、ありがとうございます、まあ、チームライデン残りおそらくあと2試合ぐらいのところでこの画像をご覧になってくださってると思うんですが、まあ、どのチームも苦しい立場で正念場を迎えてます、まあ、僕らも必ずファイナルに残って最後の最後に皆さんとあれを絶叫したいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします、まあ、1年目の M リーグきっといろいろあるかと思いますが、ファイナルは必ず面白い麻雀打ちますので、皆さんよろしくお願いします。ライデンの麻雀は面白いんです。